おはようございます。今日は、人生の称賛っていう本を読んで感じたことをお話ししたいと思います。これからは私たちの心が自由になっていく時代、そんな人類の希望の兆しが見えてきている一方で、日本はまたね、憲法改正だとか他にやることないのって突っ込みたくなるようなおかしなことに大事な時間を費やしていますよね。人類のこと、世界のこと、自然界のこと、宇宙のこと、それらを真剣に考えられない人たちばかりの寄せ集めでは、埒が明かない時が来たのかもしれないですよね。日野原重明さんが自らの戦争体験から、絶対に戦争してはいけない、戦争ができるように憲法を改正するのは反対、押し付け憲法論を真っ向から否定、こんな風に日野原さんは私たちみんなのお父さんのように、私たちの日本を、そして世界を守ろうとして人類の平和を訴え続けた人だったんですよね。100歳を超えても全くそのエネルギーは衰えることがなかった、そんな日野原さんの活動を世界が注目していました。でも日野原さんは7月18日天国に召されてしまいました。日野原さんは、私たちにとってお父さん、もしくはお母さんだったのかもしれない、そんな一家の大黒柱を失った子どもたち、黙っていても雨から身を守ってくれていた大切な傘の骨の一本を失ったんです。残された1億2680万人の運命はいかにって感じですよ。世の中を冷静に見渡せば問題だらけなのに、政治家が何とかしてくれるだろう、それは政治家や国家の仕事じゃない、だって自分のことで精一杯だもの、そんな風に人任せにしていては本当に善人面した悪徳政治家の思うツボですよってことに気づく。今が最後のチャンスかもしれません。いつの間にか IQ は低くなり、本当に考えない指示待ちのスタイルが定着して、生まれた時から薬漬けの人生がスタートする国なんですよ、日本は。そんな風に進化ではなく後退してきたんですね、ある一面。産業的にはいろんなものを開発してすごい日本ではあるけれども、科学とかはね、発展してきたけれども、身体医学とかね、片手落ちですよね。新薬が開発されるのはいいことだけど、その前に新薬がいらない体を作る方が大事だと思うんですよね。第一、新薬って年々得体の知れない新しい病気が出てきているっていうこと自体が変じゃないですか。この世の中の進歩って、何かの犠牲の上に成り立っているような気がしてなりません。その犠牲者は一般ピープルばかりなんですよね。で、物事には表と裏があります。おいしい話題とかね、衝撃的なニュースでぼーっとしている間に国民に不利な法案を通すとか、こんな現実を一言のように見ている時代はもう終わりにしないといけません。現実を正しく把握できない国民、厳しい社会の中で生きながら、頭の中はいつまでたっても平和ボケしたまま、何か起こったらみんな誰かのせいにする、とにかく日本の偉大な父日野原さんの意志は、私たち国民一人一人が引き継がないといけない。自分たちの危機、日本の危機を社会全体、食品業界とかですね、私たちの本能を、研ぎ澄ませて観察して乗り切りたいと思います。子どもたちの未来が平和で、今よりずっとずっと住みやすい楽しい地球であるように、
こんな偉そうなことを言っている私は本当につい最近までのんき菩薩を絵に描いたような人間でした。まあ、今まで生きてこられた、環境っていうか時代っていうかね、感謝ですね。でもこれからの時代を思うと夢も希望もない人が多いかもしれません。若者の勢いやエネルギーを枯れさせたくないですね。こんなおばさんの未来に対する不安や悩みに光を投げかけてくれたのが今回読んだ本です。タイトルは人生の称賛。すでにアマゾン1位のベストセラーなのでご存知の方もいらっしゃると思います。本当にこの世に神様がいるとしたら、神は意味なく人に苦しみを与えることはしないんだなと改めて思いました。前田さんは8歳の時に両親を亡くされ、小学生で路上ライブで生活費を稼いでいたんです。そうせざるを得なかった前田さんですが、不遇の運命に対する不満や憤り、それをね、逆に恵まれない境遇をバネにしてモチベーション、原動力に変えてきたんです。でもそうなれたのは周りの人たちの愛情に支えられてきたから。そして前田少年がもらった一本のギターは、真っ暗闇の中で生きる小学生に光を灯します。今思えばそれが人生の次のステージへの門に立った時だったのかもしれないと、前田さんも感じていると思うんですけれども、アルバイトをしたくても小学生ではなかなか雇ってもらえない。お金を稼ぐためにいろいろと検討した結果、最も自分にとって、ふさわしい稼ぎ方が、路上ライブで道行く人を感動させておひねりをもらうこと、そんな風に考えたんですね。前田少年の発想は本当に自由でいいですね。お金に不自由であったことが大きなコンプレックスで、与えられた環境や運命を本気で恨んで忌み嫌ったこともあった。でもその不遇な運命を変えるために、とにかく稼ぎたい、お金を使って自由になりたいと強く思うようになりました。その後、裸一貫の前田少年はギター一本を持ってビジネスをスタートさせます。必要に迫られて始めた路上での弾き語り、なぜとこう立ち止まってね、僕の歌を聴いてくれないの、なぜ数百円しか稼げないの、これでは生活していけないじゃないか、どうやったら生活費をもっと稼げるんだろう、そうやってライブをやりながら、なぜなぜなぜという疑問に自分で答えて実験を繰り返しているうちに、小学生にしてビジネスの基本が身についていくんです。お客さんの立場に立つことを覚え、いろいろなテクニックを生み出し、実行しですね、ついには歌が心に突き刺さる、感動とかストーリーとかね、人との絆とかに対して人はお金を支払う、そんなことまで学んでしまうんですね。前田裕二さんのメッセージは、目の前に立ちはだかる壁やハンディキャップは後天的な努力によって必ず乗り越えられる、自分の運命を真剣勝負で向き合ってほしい、そのための方法の一つとしてショールームというライブ配信サービスを提案しています。愛と情熱と努力で自分はどこまで高みに行けるのか、自分の人生を通じて証明してみせます。そう言っています。この人生の称賛という本を読んで、この人本気なんだなって思いました。というわけで、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。